池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は10時30分を回りました皆さんこんにちは池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました今週もお聞きいただきましてありがとうございますこの番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けいたします パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田由美です。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問を受け付けております。メールアドレスは7 9 7 f m g n o 1 c o m 7 9 7 f m g n o 1 c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスで配信してたり、レスナラジオでお聞きいただくことができますので、どうぞ FMGno1 を検索してお聞きくださいね。 はい、えー。今週も始まりました。リファーラルフォーライフのお時間でございます。えー、今週は私は仙台からお届けしております。えっ、ー、とね、金曜日に、金曜日の午後、えー、東京出発して、えー、仙台入ったんですけど、いつも仙台、これ仙台はもう毎月ね、出張で来てるんですけれども、えー、今回はですね、あのー、仙台の大きな地震で、 えー、東北新幹線が止まってしまって、まあ、線路の復旧工事があるということで、現在もまだ動いてないんですよね。なので、いつも新幹線で来ると、もう私はいつも上野駅というところから、えー、利用さしてるんですけど、だいたいね、あのーまあ、1時間半で、まあ、仙台にはもう着いちゃうんですよね。なので、すごい便利で、えー、私にとっては、ね、行きやすいところなんですけど、 あの今、新幹線が通ってないので、家から1時間半で着いちゃって、すごい早いんですけど、もう、なかなかね、えー、この復旧工事というのが、今、一生懸命ね、えーあのー、進めていただいてるようなんですけど、もうちょっとお時間がかかるということで、今回は初めて羽田から飛行機で参りました。 今まで新幹線がすごい便利すぎちゃって、他の手段考えてなかったんですけどね、今回はね、もうしょうがないですよね。あの新幹線が開通してないので、羽、う、田、んね、から飛行機だったんですけど、あの久しぶりに私、あの遠国遅延の経験をしました。もうね、飛行機に乗って滑走路まで、えー、動いてったんですよね。で さあそろそろこう離陸準備ですって言ってエンジンをブーンってこう加速しているもう目いっぱいこう加速してるバーって吹いてるような状況の中からヒューンってなんかエンジン音がこうダウンするのが分かったんですよね。<laughs> あれと思ったらまたグワッてまた吹かしてヒューンって落っこちるんですよ。 んだろうこれと思ったらまあ、滑走路の中でもトロトロって進んでったのが急に止まっちゃってそれっきりなんか動かず滑走路で1時間近くそのまま待機になってエンジントラブルでなんか動けなくなったっていうことだったんですよねでなんか牽引してもらう車を待って元にいた駐機場に戻されました でそこからその点検があってなんか飛行機機体そのものになんか、ね、ダメージがあるのかどうかっていうのを確認してでもしあのそれがダメだったら機体ごと変えなければいけないし荷物も積み替えたりとか人もみんな移動しなければいけないのでなんかそのチェックをするのに少しお待ちくださいって,って、まあ、さらに1時間機内の中でずっと待っておりました。<laughs> なので えー、2時間遅れになっっちゃったんですよねで最終的にはなんか機体には全然問題がなくって滑走路のわだちにタイヤがはまり込んでしまったために動けなくなったということだったんですけどまあ2時間ずっと待ってるっていうのもなかなかね、えー、しんどいものでしたしかもですねその機体がたまたまなんですけど w i f i がない機体だったんであの外にねいろいろ 連絡したりするのもちょっっと困難だったんですよねもう久しぶりになんかああもう身動きは取れないと思ってじっと待つしかなかったんですけどねで金曜日は毎週私は朝早くビジネスミーティングがあるのであの5時に起きてるんですけど 夜の日は私のゲストを招きしたりとか、いろんなことが重なって、私もちょっと緊張した一日だったので、もうなんかね、その2時間待ってるのがすごいちょっとね、大変だったなーっていうふうに思ってます。ただね、なんとなくこう、ほっこりするシーンもありました。それは、たまたまなんですけど、私のお隣に、窓側の3列シートの私は窓側にいたんですけど、あのー、たまたま隣のお二人が、もうね、 ウィウィシーなんかね新入社員さんっていう感じだったんですよね。どっかの企業の研修でおそらく東京に来てたのかなーっていう感じだったんですけどねで。初めて飛行機に乗るんだっていうようなお話を横でしてらっしゃって、でその初めて乗ったのがなんとそんなねトラブルだったので、ちょっとどうしていいかわかんないってえこれどんなことが起こってるんだろうとか。うん これどうしたらいいのなんつってね、えー、言ってる彼らがなんとなくこう、あこういう経験で一歩ずつ大きくなるのかななんて思って、えー、見ておりました。 えー、そうなんですね。彼らを見て思い出したんですけど、まあ、新入社員、えー、新しい学生さんは新学期をお迎えになっていらっしゃると思いますので、えー、初めての体験というのがね、今皆さんいろんなことをしていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。私も新入社員だった頃のことをね、なんとなくちょっと思い出しました。私はが、ね、就職したのもうだいぶ前ですけど、 新入社員でんな、何で選ばれたかわかんないんですけど、私は、ね、同期の中で新入社員代表に拝命、えー、しました。代表を拝命しまして、その年の入社式であの謝、ー、辞を述べたりですとか、いろいろちょっとリーダー的な おお役目ををいいただいただのを覚えておりますもうなんかね右も左もわからないなんか社会人生活の中でそういう大きな大役をいただいたのは私の人生の中でもとっても価値あることだったなというふうに思いますが今思えば何にもね、えー、リーダーとして大したことはできなかったんですけど仲間と一緒に 新しい生活を迎え、そして私は百貨店系の失敗会社におりましたので、そのお客様に対しての接し方ですとかね、社会人としての在り方ですとか、もう本当に一から学ばさせていただいた、もともと私がいました会社の皆さんに本当に感謝しております。そんなふうにね、社会に出させていただく、そういう一歩が私にもありました。なので今 この番組をお聞きいただいている方、まあ、今お仕事中で聞けないかもしれないですけどね、いつか聞いていただけたらいいなと思いますが、どうぞ新しい生活頑張ってください。そして思いっきり楽しんでくださいね。はいでは、さてさて、今週もですね、えー、リファーナルマーケティング、紹介を活用しての、ね、いろんな情報をお届けするコーナーでございます。 今週はゲストの方はねお招きしていないので、リファラルマーケティングの情報をお届けさせていただきましょう。今週のテーマはですね、セールスとリファーラルということの違いですね。セールスとリファーラルの違い。えー、皆さんは ビジネスのやり方いろいろなお仕事を今してらっしゃると思うんですけど今日はちょっとこれをスポーツに例えて考えていきたいなというふうに思ってます皆さんのビジネスのやり方をスポーツを通じて考えていきましょう皆さんはどんなスポーツしてますか今現在どんなスポーツしてらっしゃるでしょうか まあ、スポーツっていもねいろんな、えー、種目ありますよね特に沖縄県の方ってどうなんでしょうやはりマリンスポーツする方が多いんでしょうかね、えー、私はね実はウィンタースポーツの方が得意でマリンスポーツってほとんどやんないんですけど、まあ、皆さんが分かりやすい種目でね今日は考えてみたいと思います、えー、スポーツのやり方をビジネスを通じて考えていくんですが例えばゴルフとサッカーでね考えてみようかなっていうふうに思います ゴルフとサッカーこの中にもやる方いらっしゃるかもしれませんね。ゴルフやる方はいらっしゃいますでしょうかサッカーもね、やってる方もいらっしゃるんではないですかね。どちらの種目にもプロの選手という方たちが存在します。ゴルフプロゴルファーとかね、J リーガーの方たちっていうことですよね。彼らのそれぞれの特徴や振る舞いについて考えていきたいと思います。 プロ選手の特徴や振る舞いですねではゴルフではどんな特徴や振る舞いがあるでしょうかプロゴルファーはどうでしょうか例えば、えー、その振る舞いということであればとっても紳士的に振る舞いますよとか紳士的に見えますよっていうことも皆さんの印象にあるんじゃないかなと思います あとは、そうですね、ちょっと結構ゴルフってお金かかるんですよね、なんていう方もいると思います。プロだとやっぱりお金かかりますよね。そして、一つ一つの道具が高い、高額っていうのもあるかもしれません。またこのゴルフは個人競技でもありますよね。そして、これは賞金が大きい、賞金が高いっていうのも特徴としてあります。 またこれは結構寡目にね、黙々とやる種目ですという特徴もあります、はい。これに対して今度はサッカーを考えてみましょう。サッカーの特徴、サッカー選手、プロの選手の振る舞いや特徴は何でしょうか、うんまあ、これは、えー、サッカーの特徴としては応援が賑やかですよね、えー。皆さんのサポーターという方たちも もういろいろね、今なかなかコロナでちょっとできないかもしれないんですけど、もう歌ったり踊ったり、太鼓たたいたりしながら応援し,していただき、まあそれにこうすごい奮起させられるっていうのがありますよね。そして、このサッカーチームの方たちっていうのは、ユニフォームがありますよね。チームのお揃いのユニフォームを着てるということもあるでしょう。そして、これはチームプレーであるという競技ですよね。そして、 このチームプレイをしている人たちにはポジションがあります。さらにはこのサッカーっていうのは交代の選手というのもいますよね。まあ、こんなって特徴とか振る舞いの違いなんていうのも挙げられるんじゃないかなというふうに思います。このゴルフをビジネスに置き換えると、これセールスのやり方に似てるんじゃないかなというふうに思うんですね。 セールスのやり方。どういうことかというと、例えばこの先ほどあげました紳士的っていうのは、もちろんね、えー、紳士のスポーツですからそういうふうに見えるっていうのは当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけれども、これ、応援しているギャラリーの方たちも、紳士な振る舞いをされている方たちって多いじゃないですかね。 うん、なので、なんかいつも緊張感を持って行動しているようにも見えるんじゃないかなというふうに思います。そして、お金がかかる。そうですね。これ、プレイフィーってすごいね、えー、高い感じがしますよね。結構ね、高いからん、ちょっと続けるの大変という方もいらっしゃるかもしれません。そして、ゴルフは必ず道具を使いますよね。クラブを使うんですけど、一本一本が結構高いかったりもしますよね。プロだ からこそ結構この道具にもこだわりがあって、えー、いいものを使ってるっていうのがあるんではないでしょうかそしてこのゴルフの特徴として個人競技ですねこれグリーンに出る前はねいろんな方たちのサポートを受けることもできると思うんですけどこれグリーンに出たらね一人で戦うよっていう競技になってますそして、えー、賞金が高い これは特徴としてありますよね、えー、賞金どーんと1位だとね大きい商品を優勝すればもらえるんですけどでもこれってね賞金が出るトーナメントもあるでしょうけどもう1位のみっていうところもあるようですよねなので大きくこう結構大幅な金額の差があるというようなイメージがありますね。 このゴルフっていうのは、先ほどもちょっと申し上げたんですけど、グリーンに立つまでは、例えばトレーナーの方とか、栄養士さんとか、コーチとか、まあ、そういった方たちの指導を仰ぐということもできるんですが、いざ本番でグリーンの上に上がってしまえば、もうあとは自分一人でもう打ち込んで、打ち込んで、打ち込んでってね、やるしかないんですよね。この一台一台がすごく重要で、 これがすんなりとパッとね、カップインしちゃえば、もちろんそれは素晴らしいことですし、成功ね、と、えー、いうことになってきます。ですが、これ入らなかったとき、これも実は自分の責任になってきますよね。これをずっと緊張感を持ち続けてやっていくのって結構しんどいですよね。これをビジネスに例えて考えると、例えば商品の仕入れをして、 お客様とアポイントを取って、そしてお会いさせていただき、さらには今度プレゼンテーションをして、それによって購入を決めていく、購入するかどうか決めていただくと。さらにその後にはこう、ね、ご検討いただいて今日購入決めしますよってことであれば、その後納品もしなければいけないし、その後は集金もして、そのお金の入金処理なんていうことも 全部、全部、自分でやらなければならないということです。アフターケアというのも、一人でやるとなると、これ結構大変ですよね。なので、これ、ゴルフのやり方っていうのは、こういった一連のことを全部自分一人でやってるんだということです。ですから、このゴルフ、結構ね、ビジネスにしてみると、しんどいんじゃないかなというふうに思います。しかも、これ、ゴルフって18ホールですよね。 一日中これやり続けてるのってすごい大変だと思いますし、うん、皆さんはあと何年ビジネスやりますかねずっとこの18ホールを回り続ける何年も回り続けるっていうのは本当に大変です一方今度はサッカーを考えてみましょうサッカーはリファーラルのやり方に似ているというふうに私は考えています 例えば、応援が賑やかなのは、周りの方の、ね、お力を借りることもできるんじゃないかというふうに思いますし、ユニフォームがあるのは、同じものを着ることで、団結心とか、そういったものが強固になってきますよね。そして、これは何といってもチームプレイ。仲間と一緒に同じ戦略や戦術で戦うということです。 仲間がいるってとっても心強いですよね。そしてこれは、えー、チームで戦うからこそポジションが決まっています。つまりポジションがあるということは役割分担があるということです。この役割分担というのもその人の得意や強みを生かして決められているはずなんですよね。そしてこのサッカーは交代ができますよね。 自分が、または仲間がちょっと調子悪かったり、怪我をしたりした場合、変わってくれる控えの選手がいるというのも、このサッカーの特徴としてありますし、これはリファーラルのやり方にも非常にこれらが共通して言えることじゃないかなというふうに思います。別にセールスのやり方が悪いというわけではありません。必ずどこかの場面でセールスということは必要になってきます。 ただそれよりもサッカーのようにあなたのチームから大きなあなたのチームの中で、えー、メンバーから大きなパスをもらってゴール前であなたが、えー、待ってるだけそして最後の一蹴りをすればもうこの試合は決まるよなんていう状況があったとしたらいかがでしょうかここでお伝えしたいのはチーム、えー、リファーラルマーケティングはチーム戦だということですね 仲間と一緒に戦術と戦略を持って戦うことができるということです。一人じゃないっていうのはとても心強いということです。サッカー選手はプロだからこそまた練習もちゃんとしてます。これは、えー、個人のスキルもきちんと常に練習をして磨いていますし、チームとしての練習というのも必ずしてるんですよね。そしてプロだからこそ 彼らは基本に忠実です。そしてまた、プロだからこそ、コーチや監督の指導を仰いでいます。リファーラルに関しては、私はもちろんなんですけども、アセンティブジャパンのトレーナーが、えー、あなたのコーチとなって、一貫して予測可能なビジネスリファーラルを生む仕組みを学ぶお手伝いをさせていただいております。あなたはご自身のチーム、 どんな人とチームを組みたいでしょうか誰にあなたのチームに入ってもらいたいですかあなたのチームメートを決めるのはあなた自身です。あなたが選んでいいんですよ。そしてこのサッカーチームの試合中もしあなたにとって影響力のある方とかとっても憧れてる人がいてその人がこの試合の中で はい、あなたにパス出すよと大きなパスをポーンと出した、出してくれたとします。あなたはそのパスをちゃんと受け取ってゴールを決めることはできるでしょうかこれ決められたら得点になるし、つまり成功っていうことですよね。うん。そしたら、皆さんはどんなことを得ることができるでしょうかまた、 このせっかくいただく大きなパスですけれども、この大きなパス出されたとして、皆さんがゴールを決めることができなかったとしたら、どんなことになっちゃうでしょうかはい、パス出すよ、ちゃんと受け取ってボーンって蹴られました。でもそれをゴール決められることができなかった。これは単に得点にならなかったということでけではなくて、 パスしてくれた影響力のある方、また憧れている方の信頼を落としてしまうというようなことも可能性があります。一度落とした信頼は元には戻れません。これを何とか上げていくのも非常に大変です。だからこそ、そんな大きなパスをもらった時にちゃんとゴールを決められるように日頃から練習と準備をしておくことがとっても大事になってきます。 ぜひ皆さんは自分のサッカーチームを構築して一緒に戦ってこのパスを回しゴールを決める喜びを味わってくださいねこのチーム戦仲間がいるということの本当に強さというかね1人ではできないような力を発揮することができます。 ぜひ皆さんのサッカーチームを構築するようなイメージでこの紹介というのを活用していただくといいんじゃないかなというふうに思います私自身は自分のサッカーチームをちゃんと構築することができましたその結果何を得たかというと自分で見込み客を探さなくても済むようになりました もちろん発信はします。このことはしますよってことを発信はするんですけども、私のチームメンバーが、えー、だったらこの人がいいんじゃないこの人あゆみさんと会ってお話しする人いいんじゃないこの人あゆみさんのコーチングを受ける人といいんじゃないなんていうふうに、えー、私のチームメンバーが パスをいつもしてくれます。私はそれを全力で受け止めて、今度は得点できるように、そのクライアントの方たちと本当に向き合ってですね、成功に導けるように、私自身も全力で頑張っています。その結果、私は大きなものを本当に得ることができました。このチームのおかげ、そして多くのお客様に合わせていただいたことにいつも感謝しております。 私はそれでどんどんビジネスを回せるようになってきました。ほぼもうね、自分で集客するってあんまないですね。ほとんどは皆さんのご紹介で、私はまあいろいろね、セミナーもそうですし、コーチングもそうですし、講演の機会もいただいております。紹介がもたらす力、紹介の素晴らしさ、皆さんにも伝わると嬉しいなっていうふうに思います。はい。 では、えー、この後は番組からのお知らせをさせていただきます、えー。大好評のリファーラルマーケティングオンラインセミナー説明会ですね、えー。4月、毎月行っておりますけども、4月は19日ですね。14時から16時30分。えー、こちらではリファーラルを生み出す仕組みですとか、 皆さんね、受け身でいるんではなくて、自分の方からちゃんと紹介を生み出してコントロールできるような仕組みや、えー、その質の高い紹介を得るためにはどんなことがあったらいいんでしょうか、これを数値を、すべてを数値化しながらね、考えるというようなセクションを を設けておりますぜひですね、この紹介でビジネスを回したい方、より人生を豊かにしたい方、ぜひこのリファラルマーケティングオンラインセミナーの説明会の方にご参加ください。お申し込みに関しましては、アセンティブジャパンのホームページの方までよろしくお願いいたします。また、えー、沖縄でもまたワンデーセミナーを開催する予定です。えー、日程は5月29日です。 リファーラルサクセスワンワン、そしてルームフルオブリファーラルズディスプリロムという行動スタイルをきちんと学びましょうという,もう毎回毎回これもご好評いただいてるもう笑いすぎて腹筋が痛いよって、ね、言われるような講座なんですがこのセットで、えー、5月29日、えー、沖縄で開催したいと思いますこちらもお申し込みに関しましてはアセン c e n t i v e ホームページの方までよろしくお願いいたします 4月がね始まって徐々に徐々に皆さん新しいエンジンをブンブーンと吹かしていると思いますお仕事中の方もいらっしゃると思います運転中の方もいらっしゃると思いますどうぞ今日は月曜日1週間の始まりです素敵な一日をお過ごしくださいそして、えー、素晴らしい1週間になりますように皆さんがお招きくださいね今週もお聴きいただきましてありがとうございましたお相手は池田あゆみでしたでは皆さんいってらっしゃい